どうもー、ポテンチャンネルでーす。今日はですね、ハンバーグ作ろうかなと思ってます。ハンバーグ食べたいなって。そういえばハンバーグ最近作ってなかったが、それとアミちゃんナムル、なんかサラダ作ろう思うけど結局作っても食べんから、まあアミちゃんナムルやと絶対食べるから、だからちょっとね、ほうれん草の量増やしたろうかな、そんな風に思ってますね。はい、ほうれん草の量増やしてちょっと栄養を高める、それでいこう。で、その前にハンバーグやから先に、玉ねぎ先生を丸々1個みじん切りにしましょう。玉ねぎを先生ですね、なんかいろいろあるね、いろいろあるわ、いろいろあるけど頑張るんばだね。なんかやることが多いわ。なんかドラマの撮影終わったから暇なんかな思ったけど、なんかいろいろやることあるわ人生うまいことなっとるな、本当に。なんだか、テキパキテキパキなんでもしないとダメだね。人間関係もいろいろあるし、ね、そんな感じ、そんな感じでーす。人間関係っていうか、まあいろいろあるよね、本当に。なんだろう、大変だな、大変だ。まあ、そんなことよりも、そんなことよりもじゃないけど、そんなことも大切だけど、今日さ、私もなんか人の声がした気がした。今日ね、なんか育児についてみたいな、楽しく育児されている桑畑さんにいろいろお伺いしたいみたいな、なんかそういう、なんか今小さいお子さんを育てているママたちに向けて、パパママに向けてみたいな、その取材があってんけど、なんか私もやっぱさ、子供が全員、子供3人が未就学児の時と、そして今もそれが過ぎて、だいぶ子供たちだけでお風呂に入れるようになったり、私が寝かしつけなくてもよくなった時が、やっぱこう考え方も変わってきてるよね、なんか。だからなんかこう向こうがさ、いろいろこう質問を、いろいろこれはどう思いますかっていう質問がさ、だんだん腹立ってきて、それは何が腹立つかって言ったら、ママはどうしたらいいですか、ママはどうしたらいいですかっていう、どんな風にママはしたらいいですかって言うんだけど、なんでママばっかりがどうしたらいい、こうしたらいいっていろいろ考えなあかんの。周りの人がどうやってか、どうやったら育児が楽になるかとか考えることはないかとか、そういう質問ないんですかって心の中で思って、最終的には口に出してしまったけどだってそうなのよね、仕事と育児と両立をするとはのに一番大切なことがどういうふうにしてきましたかみたいなんで、そういう今現在育児と仕事の両立しているママ、ちっちゃいお子さんがいるに声をかけるとするならって言うねんけど、そうやって言われるとやっぱり私の思うところは、そのいつもいろんなところで言ってんねんけど、まあ、頑張りすぎないことを頑張るっていうことが一番なのよね。うん。ほんでさ、その頑張りすぎないことを頑張るっていうのも、結局頑張りすぎないことを頑張るって、例えばやけど、私が今日はこうやってね作ったりするけど、発揮して子供がめっちゃちっちゃい時、ハンバーグなんか作る余裕なかったもん。もう本当にもうハンバーグなんか作る余裕ないから、逆に言うと、子供がちっちゃいから、子供がちっちゃい時はハンバーグ作ってあげなくちゃいけないと思うかもしれへんけど、子供が好きなハンバーグって思うかもしれんけど、いやもうその時になんとか作れるもんでええし、子供がちっちゃいとなおさらですよ。やし、あと、なんか別にこうちょっとインスタントのもんとか冷凍食品とかでもいいやろうし、お惣菜でもいいやろうし、とにかく私は米だけ炊いとけっていつも思うねんけど、あ、それ言えへんかったなって言うの忘れたな。とか思うねんけど、
だからさ、働くママってさ、仕事と育児の両立ってよう言うねんけど、仕事と育児と家事の3つやってんですよって感じなのね、発揮しゅって。本当に。専業主婦って言うけど、仕事はしてないけど、育児と家事やってて、それも大変なのよね、やっぱり。本当に。それをなんかこう、うまいこと伝えたけど、それをなんか雑誌みたいなのになんかなるけど、ちゃんと伝わってるかな、今日の取材してくださった人に。それが一番なんだよな、本当に思うところが。で、育児大変なママに頑張れるような一言って言うけど、いやもう頑張ってるから頑張る一言ないねんけどって感じやね、はっきり言うて。逆に言うとさ、悩めるママに何かっていつもよく言われんねんな。今育児で悩んでるママに何か声をかけるとするならって、それはいろいろあるけど、あのなんで育児に悩むかっていうことを周りの方が考えてくれることも大切だと思うんですっていうことなんだよな。なんかまず一つは、一人でワンオペっていうことをしてることが多いからなんだよね。それやったら私に取材するんじゃなくて、会社の上司とか社長の人に、育児してるママたちが今大変って言ってるんですけど、どういう風にしたらいいと思いますかっていう、そういう人と私対談させてほしいねんな。ほんで私がなんかちょっとでもこう、旦那が早く、子供がちっちゃい時とかこう早く帰ったりするっていうのをちょっとこの会社の中でこう考えるとかっていうのをしてほしいなっていう提案をしてみるとかさ、本当に何だろう、なんかその取材ね、ママが頑張るにはどうしたらいいかみたいなことばっかり言ってくんねんけど、なんでママばっかり頑張らなあかんのってだんだん腹立ってきてんの、もう。だからいやもうママ頑張ってるから頑張らんでいいよっていうようなことをもう、まあ、こと書いて言ったけど、まあ、結局そうなんだよね。今辛いママが頑張るにはって、なんで辛いママがまたさらに頑張ることせなあかんねん。早いもん、意味わかれへん、発揮しゅうて。なんかだんだんモヤモヤしてきてんな、その。そうなんだよね。向こうは全くそんなつもりないと思うねんで。ね。向こうはもちろん、今ね、いろいろ育児が大変だって、悩んでる方に何かアドバイスをお願いしますっていう気持ちで言ってくださってるのは、100も承知やねんけど。なんでやろな。なんかモヤモヤしながらそれをずっと話してた気がするな。難しいね。だからそうなのよ。今はね、私とかもそうやねんけど、私よりもうちょっと上の方とか、もうお子さんが大きくなられた方は、次介護っていうのが出てきて、ほんで介護しながらお仕事をやっていくっていうのもまた難しいから、だからもう仕事辞めてとか、仕事変えてとか、仕事を変えてなんかこう介護をするっていう人も、私友達でもおったり、いろんなそういう話聞くねんけど、だから結局そういう時もなんか育児だけじゃなく介護とかもそういろいろあるよね、本当に。なんだろ、よしゃごらせーと、よし、ラッピ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 ピピ押してチンしてる間にやりましょうかね。途中で混ぜることを考えて、2分、なぜか2分40秒にしてみたわ。よっしゃ、ほんなら野菜を茹でる、あのお湯沸かしながら、
なんか眠たいな。なんかこれ綺麗やな。これね、これね、なんかね、これ私十徳鍋っていうの使ってんだけど、十徳鍋って洗っても汚れが落ちひんない時はね、そういう時はこれを使うんです。何これ名前が出てこえんねんけど、これ何やったっけな、あれやん、なんかこの消しゴムみたいな、なんていうんやこれ、こする、水つけてこするだけみたいな、これやと綺麗に落ちんのよ。そうじゃないと、普通のスポンジやったら洗っても洗っても落ちひん時やねんな、なんか知らんけど、きれい、一見綺麗やねんけど、乾いた時になんか汚れが浮き出てくるから。でもこれを、これなんていうんやったっけ、メラニンスポンジっていうの、なんかあるよね、ちゃんとした名前。なんかまあいろいろな商品あるからあれやけど、そんな感じだ。もうちょっと入れようか、お水。もうちょっと、前か、前は知らん、知らんねえや、最終的には知らんねえや。よっしゃ、んでさっきに人参いこうか。だから今日はちょっと人参とあれを多めにいってみよう、ほうれん草。人参とほうれん草多めや。人参や、まずは人参。関係ないけど、これはこうやってなるべく空気を抜いた方がいいらしいですね。これだけで空気抜けてるでしょ。初めはパッチン止めみたいなしててんけど、もうめんどくさいからこれでいいわ。よし、ほんでね、今日朝一でやってたわ、給食の方の切り方をやったら早く済むって。こう斜め切りしてはったな、斜め切りしてはったな。ちょっとそれでやってみようか、斜めに。工程を減らすんですみたいな感じでやってはったな。とにかく斜めに切るね。私はいつも縦に切ってやってたけど、それやと時間が、だってな、私もちょっとしか見てへんけど、給食のおばちゃんの人たちって、朝から給食の時間まで、4時間ぐらいあんねん。4時間ぐらい。で、またこれは違うのに入れようか。ほんで、そんな時に、4時間で350人分のあれを給食作るってとか、たま、もう玉ねぎももう何十個も剥くんやから、あれすごいわ。でこうやねんな、でこう斜めや、でこれで切ってはったわ、こなしてこうや、早いね。ちょっとした集中します、集中、集中、全集中です。はいはい、玉ねぎに呼ばれてますけど、少々お待ちください。確かにこれやったら早い気がするな。いつも私縦にやって四角いのするけど、四角くなくていいねん。この前な、私ね、通販番組みたいなんやったかな、いや通販ちゃうわ、通販か、あれ、あ、なんかテレビとテレビの間にちょっとだけ通販 CM の間に挟まりますみたいなやつで、画期的な商品やったで。それこそ、ちょっと最後まで言ってからやろう。それこそこういう千切りスライサー、千切りと薄切りができるっていう機械やねんけど、早いな、終わった。さすが給食のおばちゃん先方、給食のおばちゃんは全部ここにこうしてはった、ここにこうやってやってはった。それでも踏まえて、こんだけやけど、ここからやってもおうか、こうしてな、給食のおばちゃん戦法や。でこれは他のなんかに入れる戦法や、これは呼ばれました戦法や、混ぜる戦法しようか、女の次は。よっしゃ、混ぜましょう、混ぜ混ぜよ。あー、もっと足、これ一個洗わなあかん、に混ぜて。結構火通ってるけどな、もうちょっと混ぜようか。もうちょっと、あと2分、1分、次1分半や。んで
ほうれん草結構入れたろか。もやしがな、一袋ってね、いやだからその千切りがどんなんかっていうと、なんかね、言うたらこう四角い器具が、こう四角い器具があって、ほんでここにダイヤルついてんねん。言ったらスライスにする、みじん切りにする、細切りにするみたいな。俺大根やったら大根ガン入れるやんか。ほんでなんかのなんかをクション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 って押したら、そのスライス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 とか、みじん切り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 ってどんどんできてくるっていう。それすっごいなと思って、ただ欲しいと思わへんかったけど、ええなと思ったけど欲しいなと思わへんかってんな。なんでだろうな、あれは。結局置く場所のこと考えて、まこれな、これ腐ってんやな、俺もやし。どうどうこれ、うん、ちょっと色は悪いけど大丈夫や、大丈夫や、お前色悪い大丈夫や。トゥルトゥルトゥ、これほうれん草全部いったらさすがに多いか、さすがに多いけど、半分からの半分、4分の3入れたら、でこれはまた何かで使うって、これ何に使うの、これ意外とちょびっとなんのよね、これ何これ、傷んどったわ、そんな時もある。ちょびっとなるけどな、やっぱり全部やっとけばよかったって言いそうな気もする。いやでもこんだけやったら十分やろ、どうかな、まあこんだけでいっか、これはまた何かに入れるわ。何に入れるの、ほんでこれをじゃあね、ほうれん草をじゃあスープに入れますってなるやん。まずい、苦いって言い出しよね、ほんま苦いにしてやよ、悲しで。よし、水やらなくっちゃ。もうここに早速土ついとんな、こっち。こういうのが私いちいち嫌だよねんな、ちょっと気になっちゃうんですよ。ちょっとさっきみたいに傷んでんのがあるかもしれないから、ちょっとしっかり見といて、先っちょを切って、洗って切ってにしましょうかね。よいしょ、よし、ここに土がついてんねやな、これ。ここ土ついてまんねんなんですよ。土ついてまんねんで、これこれぐらいにしまんねんで、これぐらいにしまんねんで、ここからを細くしまんねんでいきましょう。細くしまんねんですね、ここは。んで、今お湯沸いてまんねんで、お湯沸いてるから人参入れまんねん。まだ沸いてませんねんでしたね。まだ沸いてまへんねんです、これは。で、玉ねぎに呼ばれてますねんですね。少々待ってください、玉ねぎ先生ですね。よいしょっと、いよいよ沸いたんちゃうか。うわ、めっちゃ熱くなって、見てごらん、へこんどんねこれ、えらいこっちゃ。そしてこれは、はい、チンチンですね。チンチンというのはめちゃくちゃ暑いこと、大阪弁っていうか私の地域ではチンチンにあった。わかったよ。まだ7時もなって。ベランダや。ベランダ戦法。ベランダ戦法して。よし、ボイタか。なら人参入れまんねんですね。あら、人参がちゃんと切れてまへんねんやね、これ。やってもうたですね、俺。やってもうたでーす。ちょっとこれぐらいしとこうか。切れてへんわ。トゥルルル。ほらな、これ切れてへん。
こうやな。こうしたらいいね。でも給食の方もすごいよね。いろいろそもそも作るのも大変やけど、献立のメニュー考えること、あっちの腹立つ。なんと熱い、頑張れリエちゃん。熱い、人参ここ切れてへん、もう一段ここも切れてへん。クククク、入れる前にチェックしないんだろうね、本当に。よし、でこれさっと入れよう。パッと入れて、だんだんこう硬い順に入れていくね。硬い順にな、大順や。あと余熱でもいけるときあるから、もうこれでいってまおうか。いや、あと30秒ぐらい待とう。タラタラタラ、こういうとき30秒待とうっていうとき30秒の あれやで。もしもしカメよカメさんよ、せっかくや、もう行きましょう。よっしゃ、何の音やってんいう感じやけど、何の音あれ今、娘が歌ってるの。あ、けん玉の歌。うん、そんな歌があるの。そんな歌があるんかい。かい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 でございます。なんか出てきましたでございます。わかったよ。煮えたぎっとるな、これ。煮えたぎっとるやんけ、煮えたぎっとるやんけ、悪夢追いとるやんけ、気にせえへんそんなもんと。これ軽く洗った方が良かったかな。いや、もうどうしよう、もうこっちも洗ってんのと一緒か。いけ、いてまい、いてまい。あーあー、味だばるよ。今日はあれもせなあかん、これもせなあかん、いらいらん。タララ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 、これ何のメロディー。ちょいちょい、玉ねぎやったやろ、次肉練っていこっか。どうして、やっぱ絞った方がいいよね。これもベランダ行きにしようか。ベランダの径に処するやな、これ。ベランダの径に処しましょう。いや、あんま水で流さん方がいいな、これな。ベランダ行きに行ったらすぐベランダ、ベランダに置くけど、これをちょっと混ぜて、ほらな、なんぼでも煙みたいな湯気出てきようから。よっしゃ、これまたベランダの毛。よいしょ、よし、よし、毎年よ。ルル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 。今ね、その DVD を、卒業部サッカー卒団 DVD をずっとやってんねんけど、作りながら泣いてるわ、はっきし言って。作りながら泣いちゃうパターンです。
これあんまり冷たくせん方が良かったんかな。まあええわ、先やってまおう。よいしょ。ヤミちゃんナムルはにこれでしょうか。これでしたら入るかな。入るか。混ぜるとき混ぜにくいかな。さっきのやつのこと考えたら混ぜられへんかな。どうですかね皆さん。これなんとかこれでいこう。なんでか言ったらでっかいねハンバーグをこねるときのあれがいるからな。ボールが。よっしゃ。いや、やっぱりこれちっちゃいな、どう考えても。これがな、肉。こっちであみちゃんナムル行こうか。こっちであみちゃんナムル行こうか。それが多分懸命や。よし。さっきにあみちゃんナムル、しょ、これ3倍で作った方がいいかな。一応3倍で作ること考えて。下から行きましょう。塩4分の1。塩4分の1小さじ4分の1やけどこれよし、ちょっとこれから減らそう。3倍やなこれな。どう、うん、よっしゃ、これでいいわ。ほんでガラスープ小さじ3分の1やから小さじ1でいこう。小さじ1強でいいと思うね、私今までの経験上。なんでか言ったら、未水分がちゃんと絞れてない時あるのよ、これね。これでいきましょう。で、醤油第2分の1やから、1.5 でいきましょうか。よっしゃ。小さじ1、大さじ 1.5。大さじ 1.5、お醤油先生。お醤油。大さじ 1.5 やな、うん、よし。でごま油大、ごま油は最後にしよう。あとごま油とあれ入れるだけやからな。つるるるるるる、まあ、溶けへんねやこれ、はあ、よし。ちょっとほうれん草たちどうかな。よいしょ。ほうれん草たちはどうなってます。お兄さんたちまだ暑いな。暑いけどそこまで絞らんでいいか。絞らんでええわ、これは。あ、これはこれでいこう。うん。うん。こっちはちょっと軽く絞った方がいい。今日はこれもやしと人参とかとこのほうれん草とかの割合が半々ぐらいになってますね。一番初め作った時はもうちょろっとだけのほうれん草にして食べへんと思ったから、これだんだん子供たちが洗脳というか好きになってきとるからな。もやこれに入ってたら何でも食べれるっていう頭なんてね。だからこれで一手前出せん。よっしゃ。お腹すいた。もうちょっと味付け濃くした方がいいかな。どうかね。あ、ほらな、結構多いやろ。結構ほうれん草多いわ。でも小学校も卒業ね、なるけど、まだ一番上がやっとするだけやけど、本当にいろんな方に感謝やで。もう本当、まあ、先生とかはもちろんやけど、ボランティアで朝いつも立ってくださってる方いるでしょう。たくさんいろんな、この信号ごとにね、本当にもう、本当にその人たちがいるのといないのとどう違いやと思うわ。ほんま。ありがたいな。本当に。でも、し
無償でやってくれてんねんで、やっぱり子供たちの命を守るということでね。ちょっとこれほうれん草多すぎたかな、あれ全部入れんでよかったな、白鬼臭ってな、よかったわ。うん、どうです味、薄いかな。ここにさっきごま油入れてもらおうか。ごま油、ね、ちょっとハンバーグには合わないようなナムルですから、ハンバーグには合わないんですけど、そんなの関係ねえ状態ですね、白鬼臭ってね。お野菜食べたらいいんです、白鬼臭ってね。私もちっちゃい時好き嫌いやったんかな、本当に。私は今はイクラとか大好きやったけど、イクラが嫌いやってんな。なんかこう生臭いわ、初めてなんかでイクラ食べた時生臭と思って、おえーみたいな感じで、イクラ嫌いやってんけど、食べたきっかけもあんのよね。ちょっと待ってね。おいしい、ちょうどよかった。最高。これまた味なじんできたらもっと美味しくなります。ごま入れましょう。そのね、イクラが食べられる、別にさ、イクラってそんなさ、玉ねぎとか人参のようにしょっちゅう食べる食材って言うたら高級食材やしね、例えば鮭、じゃあ魚介類で言うたら鮭みたいにしょっちゅう食べるもんちゃうから。でもたまになんかで食べるときに、別に食べへんかったら食べへんかったらええもんや。でもなんかあれね、誰やったかな、あの伊集院光さんの奥さんと二人でご飯食べに行くときに釜飯みたいなんを、ほんで伊集院さんの奥さんがイクラと鮭の釜飯を頼んでくれたのね。居酒屋みたいなところで最後シミみたいなんで食べようって。ほんで私その時さ、うわー嫌やなーと思ったの。なんでか言うたら好きちゃうから。でもさ、伊集院さんの奥様やしさ、嫌いですってよう言えへんくて、その食材が。んでこれまた軽くラップしてね、ベランダや全てのものはベランダですね。よっしゃ。でこれももういけてるんちゃう、ちょっともうちょっと冷やそうか、ベランダや。んでこれもちょっとこっちやな。ほんで釜飯来て、ほんで純さんの奥さんがまたお椀に持ってくれたわけ。クワバタ食べとか言って。でまたさ、このね、もう超若手の時で貧乏やし、イクラとかさ、そういうのを多めに入れてくれるわけ、私の方に。で私はさ、やめてくれやめてくれ、もうそんな食べられへんと思って、ほんでもう、あ、いただきますって言って、もうまずくても絶対おいしいって言わなあかんと思ってパクって食べたら、あれおいしいこれ、もりもり食べちゃって、そっから生臭さも美味しく感じたのよね。ってことは子供たちもなんか一回美味しいってなったら、だから食べず食わず嫌いやったのか何なのか私も分からへんけど、かそういうのあるわ。そうそう、あれきっかけでね、いくらで、てかその前もあって、その前もなんかよくロケでさ、いくら丼やねんけど、いくら入れ放題のいくら丼みたいなんがあんのよ。ほんで美味しいって食べなあかんくて、もうすっごい、もう全然美味しくもなんともない、私からしたら。でも美味しい。そん時はやっぱりあれ、ちょっと釜飯みたいなんで、ちょっと蒸された状態になったからよかったんかな。上からいくら棒のっけるやん、あれ鮭の上から、あのちょっと火通った感じで私が克服できたんかな。だからあんねんで、この仕事してるとね、みんな嫌いな食べ物とかあるから、それでもさ美味しいって言わなあかんかったりするやんか。それ大変やね。例えばそれが美味しくないって言ってもいいような空気やったらいいねんけど、どう考えてもそうじゃない、空気の時って感じやと思う。よっしゃ、これ何しようと思ったかな。よっしゃよっしゃ、あ、なんちゅうのバカだね、ほんとに。よし、あれですね。
お肉肉肉こねこね、お肉肉肉こねこね。そして冷たいことを、想定してこれ買いました。100均でアンダー手袋、はい、フリーサイズ。これ軍手をね2枚重ねにして、手袋したらすっごい冷たい時大丈夫やでって教えてもらって、で普通の軍手買おうと思って、普通のザ軍手、ほんならそのザ軍手が全部イボイボついてる軍手しかなくて、イボイボついててもいいかと思ってんけど、イボイボとイボイボを手袋する時にすごくつけにくいんちゃうかなと思って、普通のタクシードライバーみたいなやつになりますね。タクシードライバーみたいな、うん、もしくタクシードライバーですね。これタクシードライバー用ですね。あ、私指短いんかな、めっちゃ余るわここ。これ指短いんかな私。まあそりゃそうやわな、私より指長いとなんぼでもるか、その人が短かったら言えんもんな、全体的に余るけど、うん、だからまあこういう感じやな、うん、パントマイムの人みたいな、こうやってね、うん、でこれを2枚重ねにして2個、いやさっきまだつけんでえねん、これまだつけんでえねん。私は、こういう何でもそうやけど、こういうの作るときには大量にやってる、大量にやっちゃいますって感じですね。ちょっとすいませんけど、これも今1枚3円もちろんね、あれも持っていくのよ、何あれ、エコバッグ、エコバッグ持っていくねんけど、エコバッグ1個じゃ足りない時あるでしょ。よいしょ。今な、見つけた時にすぐやっとかなぁね、なんか変な汁が出るようなもんやった時になんかダラーってここ、これかも、ダラーこなんね。よいしょ、これセット。で、今日も塩コショウ一本勝負でいきますね。塩とコショウの一本勝負でいきますけど、そうやな、はい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 、塩コショウの一本勝負でいきます。そんな感じです。ちょっと待って、うちはこれはね、牛のミンチと牛豚ひき肉のミンチを買って、それをどっちも混ぜて入れるって感じやな。全部いて前出せんでいきましょうか。手前出せん。せやせや、私ね、この前、花輪チャンネル、花輪さんと花輪さんの奥さん、ともこさん、もうともちゃんと呼ばせてもらうようになってくださったんやけど、同い年かな、一個上か、ともちゃん同い年か、やねんけど、むっちゃくちゃいいご夫婦。あの、花輪チャンネルが人気あんの分かるわ。あの二人、すっごい、もう結婚するべくして結婚したんだろうなって感じ。で、二人の出会いみたいなのもずっと聞かせてもらってんけど、それもなんか運命みたいなのも感じるしね。まあ、運命というか、なんかそうやな、やっぱ運命やわな。なんか、で、二人でカメラ回ってないとこでも喋ってるの見てると、すっごい仲いいの。仲いいっていうか、花輪さんがむちゃくちゃ優しいわ。むちゃくちゃ優しい、ほんとに。だからね、よいしょ。ここからね、入れてんちゃうか。よいしょ。めちゃくちゃあんな優しい人いてるんやと思って。ほんでやんか。私がね、花輪さんの奥さんともちゃんとじゃあ LINE 交換しようとか言っていろいろやっててんけど、ほんで花輪さんが、ありがとね、ありがとねって、ともちゃんと仲良くしてくれてありがとねって、やったらなんでそんなにね、いっぱい、そんな別に友達いっぱいいるのになんでそんなん言うかなと思っててんやん。ほんならその日に花輪チャンネルさんで、奥さんが逆ドッキリって言って、もう引っ越ししたいみたいな、もう離婚もしたい、何やったらもう離婚もするわみたいな、
そういうドッキリかけられてて、でそのドッキリの種明かしがその場でされてなくて、配信を見てそれが種明かしですみたいなことやってんけど、多分でその引っ越したい理由がその近所のトラブルがあるって嘘ついて、ともちゃんね、あの花輪さんの奥さんが嘘つきはって、近所のトラブルがあってなんかもう人間関係が嫌だって、多分そのドッキリで騙されてるまんまであのバタヤンチャンネルとコラボしてくれたから、私がその LINE 交換するって言った時も、今すっごい嫁はいろいろなことで悩んでるから相談乗ってくれ的な感じでそういう気持ちだったんやなと思って、多分そうやわね、多分そんな感じやわ。よいしょ。でもここに混ぜたらあかんのかな、ここにこれと牛乳混ぜてもうとあかんかな、小麦粉、こんなもんどれぐらいか知らんけどね、雰囲気でいくしかないな、はっきりして。牛乳は何のために入れんのかな、私ね。つなぎ、まあ、ええねんけど。あ、みんながね、あの、ここは牛乳とか乳製品ってあるって言ったから、私ちゃんと牛乳を買うようにした。なんかわからんけど、こっちの方がどうせやったら体にいいんかなと思って。今までこんなとこ気にして見たことなかったわ。よし。これもこんな感じでいこうか。今日の塩コショウの一本勝負でいくね。ただ塩はどれぐらい、結局ね、こんなんね、あれなのよ、結局こんなんあれやね、入れすぎたれ、最終的にはソース美味しく作ったよろしい話やから、入れすぎなんかな、しょっぱいでもこんなもんあってもええと思うな。んで胡椒や、胡椒ももうちょっとあってええな。よいしょ。んで卵を2つ用意しとこうかな。よしよし、じゃあこれで お混ぜ混ぜに取りかかりましょう。よっしゃ、何してんやろ私。あ本当に何で開けたのか分からなくなる時があるんですよ。これを最終的にするんだけど、これを2枚重ねにして、いやでもいいご夫婦やな、優しい。ほんで奥さんのともちゃんもやっぱ花輪さんのことが大好きなんやわ、なんだかんだで。それがもう伝わんねん、喋っててなんか悪口じゃないけど、そっけないこと言うねんけど、それも愛情があんのよね、言い方とかにも。本当にめっちゃええ人。ほんで花輪さんも久しぶりにお会いしたのに久しぶりの感じせえへんし、ほんであれやわな、奥さんのともちゃんもなんか初めて会ったのに、やっぱ私が花輪チャンネルさん見させてもらってるっていうのもあんのか分からへんけど、とにかく初めてな感じがしない感じやったわ。これちょっともうちょっとだけ冷たいねんで。ってことはこれも軍手してなかったら、このバスガイド軍手してなかったら、手袋してなかったらもうとんでもないことなってるわ。これ2枚重ねですからね、これね。ちょっと粘りが出てきたなと思ったら、私もっと結局これだけでも一回か持っていかれんな持っていかれますね、ビールの方が持っていかれちゃいますね、なんだかんだでね。あー、ほら持っていかれた、はあ、ちょっとこうなった、ちょっと赤くな、また取り戻した。持っていかれたけど取り戻した。ここにちょっと挟もうか。あ、そうですそうです。挟もう。持っていかれへんようにここ挟もうね。なんでも知恵やな。
どっちみちこの軍手も洗うかええねんけど、持っていかれたくないのよね。やっぱ持っていかれんな、これ。で、持っていかれるってなんなんいう感じやねんけど、持っていかれんのよ、はっきり言うて。全体的にこうやるじゃん。まあ、ええわ、もしら。持っていきたいんだ、持っていけ。引っ張る、あっちは。持っていかれそうなったら引っ張るわ。こう、後悔にゃんで。めちゃくちゃやん。よいしょ。よいしょ。イライラするわ。よし、卵入れようか。どうしたこの左手で割ったことない、片手でいく。片手でな、プロは割るけどな。あ、行こう、またいけるな。なんやこれ、パンとはいけへんけど、殻は入ってません。何回持っていきよんねんな、腹の立つ。ここ持っとかなあかん、ほんまに。これもし手袋してなかったらめっちゃ手寒いやろな。今ちょっとだけ冷たいもん、はっきし言うて。はっきし言うて、もう冷たいんですよ、もうこれ。ちょっと冷たいんですよね、これ。よっしゃ。よし。これで冷たくなくていいわ。ああ、これはええこと知ったわ。皆さんのコメント欄のおかげですね。本当に。よっしゃ。こうしますね。もしよかったらこれ持っていかれない方法、次教えてもらっていいですか。こうやって持っていかれちゃうんです。僕、ここら辺までだったらやるな、俺。ここら辺までだったんやな、おなたな。これ持っていかれんのよ、この人ね、おなじ。よっしゃ。だいぶいいんちゃうかな。よし。ほんで、これやったら次これ入れましょう。よっしゃ。まあ順番もなんかいろいろあるのか知らんけども、とにかく入ってよろしいわ。もうちょっと塩コショウしてもよかったかな。まあ、かソースどうせつけるし、あんまり濃い味よりも薄味の方がいいね。よいしょ。もうここを持っとかなくちゃいけないのか。これもうちょっとここまで長かったらいいんかな。ここ輪ゴムで止める？輪ゴムに肉つくけど、一回もそれも無視して、結局これ触ってもったかな。クソったれもん。お口悪く出動中です。よし。あ、輪ゴムってやっぱすごいわ。持っていかれようとするけど、しっかり、誰が持っていかせるかっていう感じで、しっかり、ほら。ほら、いけてるいけてる。輪ゴムすごいすごい。初めっから輪ゴムでよかったね。こういう時は輪ゴムでよかったんですよ。あ、やっぱちょっと持っていかれんな。もう輪ゴム頑張ってくれやん。まあ、しっかりしろやん、輪ゴム。本当に。あかんな。はあ、やっぱ持っていかれるし、持っていかれた後に輪ゴムも30秒しかもう頑張ってくれ。30秒。ウルトラマンも3分やっとんねん。頑張れや、3分ぐらい、ほんまに。輪ゴムにも本気で切れられるってすごいよね。本気やで。まあ、冗談ちゃうな、本気や。輪ゴム。よっしゃ。もういいか。もうええわ。よっしゃ。あかりちゃん、ちょっとお風呂入らなあかんよ。あかり、ほんならさ、穴開いとったよね、これ。あかりちゃん、今からお肉の形作る？やっぱりいいの？なんやそれ。
また洗って、よっしゃ、ハンバーグ形作っていこうか。形作っていく前にここ洗わせてください。追いだき、よっしゃ、なんかこう増えてこない。私嫌やね。てかちょっとごめんなさい、しばらくの間ね、まあ、まあそれ言ったところでどうなんだって感じだけど、ちょっとこれため撮りしとかなあかんな。なんでかって言うと、私がスマホでこれを全部やってんのね。言ったら YouTube、ボイシー、インスタ、この今撮っているこのスマホ一本で全てのことやってるんだけど、ほんで今度のその卒業 DVD もこのスマホで編集すんねんや。ってなると、このいっぱい貯めといて全部そのもう配信ボックスに入れたら、今この撮ってる動画を全部消去していったら容量開くのよ。その容量が開かないと、その編集するいろんな容量がないから今。だからこれがっつりガッ、まあ、とにかく私が言いたいことが分かれへんと思うんだけど、私の中では分かってないけど、とにかくまとめてこれを全部配信できるようになるべくしといて、残ってる動画を全部消去して、そしてあの DVD 作成に取り掛かっていかなあかんって感じ。それをそしてそれをいろいろ思っ、そのことをずっと考えて思ったことが、私パソコンで編集できるようになってみようかなっていう。なんでかって言ったら、これね、スマホでやってるとね、スマホで例えばこう、アップロードってすんねんね。自分がこれ編集、まあ私も編集言うてもほとんどせえへんやんか。でもやっぱしたい時もあんねん、ちょっと面白おかしく。ほら、そんな時にアップロードっていうのを、アップロードするのが非常に時間がかかんのよね。うん、なんかね、これもね、時間とか曜日によんねん。例えば深夜の方が時間かかったりするね。いろんな YouTuber さんが動画アップしてるはずやねん。だから、朝一とか昼間とかの方が早くできるとか、そういうのがあんねんけど、時には1時間かかる時あんねんで、アップロードすんのに。で、アップロードしてる間って他のことできへんねんね。それやったら、このあれでやってしまえばいいのかなと思ったの。パソコンでアップロードして他のことはできるやん。で、子供たちもこれから先パソコンとかいるやろうし、旦那は旦那で持ってんねんけどな。それで、旦那も旦那でなんかいろいろ、なんか子供のことでいろいろ自分でやりたいことがあるって言って、どう思う？パソコンって一家に二台もいらんの？でもさ、昔はさ、テレビは一家に一台だけど、今もテレビいらん時代になってるやん、ほとんど。みんな何でもかんでも YouTube で見れるようになっちゃってさ。逆にパソコンが一家に一台絶対いるというか、でもパソコンもいらんのかな、やっぱり。だってこのスマホがあったら何でもできんのに、ただ容量がないんだよ。パソコンの方がいっぱい、多分容量がいっぱい入れられるんだよ。動画なりなんなりね。例えば自分のスマホで撮った動画をどんどんパソコンに入れていったら自分の容量が空くから、スマホの。そういうのもあるよね。とかって感じですね。はい。どうしようかな。ちょっとスープっていうか、味噌汁作っとこうかな。味噌汁ちょっと作っとこう。
やっぱね、みんな寒いところでね、みんな寒いところから帰ってくるから、やっぱお味噌汁あった方がええのよね。お味噌汁いるな、まあ、これネギやな、ネギとネギとタケノコとネギとタケノコとあれにしようか。せっかく洗ったけどな、またこれまたいるわ。なんだかんだで時間ないよ。タケノコはこれですか。さっきタケノコ、な、これもちょっと洗えてるよね。大根も高いわ。もう今日びっくりしたよ。大根はまあ1本198円、まあ、冬の野菜やのにと思いながら、その隣お買い得品っていうシール貼ってて、黄色でお買い得品、キャベツ1玉298円。ほんで、はい、もう298円でお買い得って言っちゃってるからね。マジかっつって。マジですかね、これは。マジですか。マジですか。世帯の海から。よいしょ。関係ないけど、演歌って、50年後も残ってんのかな、どう思う？なんか演歌をちょっと誰かだから言ったら、ズン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 だか木足、やっぱあの氷川きよしさんが演歌歌って、あれおばちゃん人気やったけど、逆にそうじゃなくて演歌歌手で、だからジャニーズで演歌歌手出てきたらいけんのかな。ジャニーズやねんけど演歌グループやねん。意味わかる？それやと若いワーキャーがついて10年後もそのまま。あ、確かにいいんちゃう今の私の。これ演歌グループ、絶対そんなんないと、まあ、それは演歌を滅ぼさないためっていう手段やけどね、はっきりし言うて。この場合は演歌を滅ぼさない手段。だって今ね、 NHK の大河が人気やから、ああいう時代劇っていうのも多分なくなるような感じするけど、もう水戸黄門とかがもう今ないんやからさ。なあ、昔水戸黄門とかな、普通にやってたのに。水戸黄門、助さん、格さんね、この門どころが目に入らぬか。何やろな。それこそ時代劇も若い。でも時代劇もな、私がそんなに時代劇見ないのよ。その大河もそんな見ないのよね。やっぱ見なあかんないのね。やっぱその歴史に興味を持たなあかん。展開早いのが好きやね、私。ドラマ展開が早い。例えば映画に関しても、なんか後半面白くなってくるっていうような2時間の映画よりも、始まって初めの1分半、どんどんどん負け負けわーとか、こういうのが欲しいわけ。ちょっとうわーって引き込まれたいみたいな感じ。それがあったのがね、踊る大捜査線の映画やったかな、私の中で。これ見てね、だんだん伸びてきてるわ。それは何でかって言ったら、どっか踊る大捜査線で始め、バキンバキンブワーって始まって、それは何かって言ったら、蓋開けたら訓練でしたって、
もしこういうことがあった時の訓練でした、ちゃんちゃんっていうオチやねんけど、でもそれでももう引き込まれてんねん、初めの1、2分で。あれは面白かったなぁ、ああいう入り。でもさ、初めは全然なんとも面白くない。はぁ、眠たいわぁと思ってて、最後の最後、全部こう伏線みたいなんだったんだっていう巻き返していくパターンもあるわけやん。それもそれでええねんけど、ネギもちょっとあってもいいよ。なんかネギがもう伸びてんのよね。これじゃなくて、この前ね、長男がね、あれ作ってくれたの。このネギを使って。チャーハン。めっちゃ美味しかった。で、その時になんかいっぱい余り物が出て、こんなんして使ってるから、あの子。でもすごいよ、もうここキッチンぐちゃぐちゃでさ、もう。でもそこで汚いなって言ったら、やる気損ねたらあれやから黙ってたけど、混ぜる時もぐっちゃぐちゃに混ぜたりして、でもすっごい美味しかったよ。ちょっとバター入れすぎ、バター入れんねんって、なんか知らんけど、なんて言ったかな、子供のレシピね、塩コショウも入れんのかな、もちろんわからんけど、と鶏ガラスープの素と、オイスターソース、あとそれとあれやねんって、バター入れんねんって、そのバターが美味しい風味が出るんだよなんつって、でちょっと今日はバター入れすぎちゃったよだけど、めちゃくちゃ美味しくできてたわ。美味しかったな。あれまた作ってもらおう。チャーハンにバター入れるって頭ある？その鶏ガラスープとさ、オイスターソースにバター入れるっていう発想がないわ、私の中に。はい、これね、しいたけを先生は切ってますから早いですし、しいたけを先生軸も入ってるしやな。よいしょ、しょしょ、うんうんうん、よし、んーで、これ焼いていくねんけど、でもね、ちょっとね、この野郎、さっきにうっすらだけちょっと油引いてていいのよ、これで。ここにも並べていって、そっから火つけんね。で、これね、フライパンの油ね、フライパンが温まってないとき、全然広がっていけへん。うん、そういう感じ。でも、肉置いて肉で広げようになったら、そっちがそういうつもりなら、こっちもそうやって作戦立てるんだよ、本当に。よっしゃ、もう切るもんないな、味噌汁もやったし。よっしゃ、できた、できてきた。ほんでこれにしようかな、ちょっと置いとくやつは。多めにちょっと作りたいなと思ってます。私はもう焼いて置いとくのよ、焼いて置いといてやんねんけど、油を手につけてやろっかに。はい、これも一回止めといて、しゃぶらや、あ、油ここ手につけてやるからええんか。で、こういう時もなんか何等分にしてとか言ってここでこんなんするけど、もう本意気でいくね。あ、油つけて何のために出したんだってバカかっつって、もう感覚やわな、寿司職人でいう感覚でいくわ。こうやって、このついでにこう綺麗ときにこれで広げてて、これでいいわ、これでいいわ、こうやって広げて、こういうことや。待って、これで一回全部丸作っていっといたろうかな。1、2、やっぱ
みんながよう食べるようになったから3。昔はこれでちっちゃいハンバーガーが10個くらい作っててんけどな。4。5。6。7、8個できんな。とりあえずこっちを先に焼いていって、ちょっとこうちっちゃめやから、こっちをちょっと先焼いていって、私が何したいかよく分かってないでしょ。こっちは子供たちが帰ってきてお風呂入ってる間に焼いていこうかなと思ってんの。全然油つけてないな。何してんやろね。空気入ったよね、これ。形作った。もっともう一回やり直しや。掘り出しに戻るわ。なんか空気抜いてんねんけど、パッて見たら穴開いてんねん。これがあかんらしいでな、やっぱりな。知らんけど、こうやった方がいいよね。よし、もういいやろ。やりまくったから。結構平べったくした方がいいのかな。プーッと膨れやるからな。空気抜けてんやね。腹立つわ、こんだけやってんのに。こんだけぺっちゃんこにして、こんだけぺっちゃんこにしても結局ね、膨れんのよ、これ。はあ、久しぶりにハンバーグ作んな。あ、大概おいしく、あ、お父さんがハンバーグ作りすごい上手なのね。おいしいハンバーグ作ってくれるから、お父さんのハンバーグの方がいいってみんな言うんだけど、気にしません。食べられるだけでもありがたいと思う。油、私油つけるの忘れてんの、ずっとはっきりしゅうて。つける意味あんのかね、はっきりしゅうて。なるべくぺっちゃんこでいこう。高検定先生のやり方とかもあったけどね。とにかく今日はもう全然関係なしで、うちのお母さんはここに玉ねぎと人参も入れてくれてたんだよね。で、私はそれが当たり前と思ってたらずっとその人参でやっててんけどなんか旦那の中ではちゃうみたいだから、もう玉ねぎだけにして。いろんなレシピ見たけど、人参が入ってるハンバーグって一個もないわお母さんなんで、何よ。でもそれこそそうやな、うちら子供が食べ物野菜が嫌いやからということで、ハンバーグの中に人参を入れたら食べてくれたっていうことがずっと残ってるかもしれんね。いや、ほんまやわ。今なんか作りながら思った。そういうお母さんのあれがあったかもしれへん、本当に。まあ、それを思いますね。これこれ。そんな言ったら、こん中に私なんかキノコ刻んで入れてもいいかもしれへんな、なんでもね。気持ちいいわ、これ。なんかすごいストレス発散じゃないけど、爽快な感じ。あんまりやりすぎてもあかんのかな、空気が抜けてきて。
これは焼いといていいわ。こっちの方が大きいな。とりあえず空気抜く作業だけガンガンしとくよ。ちょっと無言でやってますけどね。頭の中ではいろんなこと考えてね、これからやらなあかんこと、そんなもんやな主婦って。ただこれは喋った方がいいね。何をやらなあかんかっつったら、いろんな構成を考えなあかんやな。考えてんねんけど、それを順番のか考えなあかんやな。結構寝不足やねん今の時点で。それやるとこいろいろあるわ。ええもんできてほしいな、卒団 DVD。子供たちも卒業やけど、お父さんとお母さんも卒業なのよ。今までだ、なんか急に泣きそう。今まで子供たちのこといっぱいやってきてるからさ、だから思い入れがあんのよ、保護者も。だから保護者も卒団なのよ。本当に子供たちだけじゃないの。それでも踏まえての DVD を作りたいわけ。本当に。匂いしてますよ。あかりちゃんがハートがいいって言ったから、ハートのハンバーグにしよう。ハートにしようと思った時は結構真ん中ガーンいった方がいいよね。これね難しいね。ハートはこっちで作ろうかな。まあいいか。あ、わかった。このここの角っこを利用しよう。この角っこを利用したらちょうどハートの端っこにちょうどいいかもしれんな。たまいい私。うん、ここでハートや。で結構ぺったんこにしな。ぺったんこにして、あ、たまいいじゃないこれ。ここでハート、ほらこんな形も綺麗にいくわ。私も綺麗にいきますね。結構ぺったんこにして、よっしゃ。でも空気抜いてるから、これもハートにしてみる。じゃあこれはええか。これもみんなハートにしてみようか。せやな、一番綺麗なのはあかりちゃんのハートにしたらいいか。これ頭いいんちゃう、もしかしたらハートの作るときにここを使うっていう。なんかあ、これハートばっかりやってる場合じゃねえの。
焦げてまへんかにー。フィッ。何してんの私。あ、ここで。もう開けた時になんでここを開けたか分からへんねん。まあ、びっくりするよ。もうちょっとやってもいいかな。ちょっとずらすっていう風にね。もうちょっとやってもいいな。ただこれを今蒸しに入るまでもうちょっとしっかり焼こうかな。これ、うん、もうちょっとしっかり焼いてもいいでしょう。これ今触ったらもっと手洗わなあかんねん俺な。もう一回触ろう。結構割れ目が開いてる方がいいと思うねんな。思ってる以上に叩きながら空気を抜いていこう。取れるかなこれ、焼くときにうまいこと取れるかな。そこが問題だよね、取れるのかどうかっていう。こうやって出せるの。いい感じで焼けてますよ、ね、ぺったんこにしたけどだいぶ縮んだよなこれね。すっごいぺったんこにしたけどだいぶ縮んだよ。なんでこれは焦げてもうてるわ。今日ケチャップとオイスターソースで、あ、焦げてんねこれね。フライパンの位置もあります。こんなに油出るのって感じの油の出方。もう次お湯入れて蒸していってもいいよね。お湯っていうか水ね。いくつもの夜を越えて。よいしょ。よし。よし、全部ハートにしてみよう。結構ここ割れ目何回も言うけど割れ目のとこグワーやからな。結構思ってる以上にやった方がいいと。これ取れるかな、取るときに。いけそうっちゃいけそうやね。いけるな、いけるいけるいける。よっしゃ。さっきもパンパンやってますから。なるべくぺっちゃんこにして、よし、もうほら入ってくるかな。お兄ちゃんたち帰ってくる前に米炊けた。お兄ちゃんたちでもまだサッカーやってんねん。これなんで8時半に炊けるようにしてんのに8時前に炊けるんやろ。もともとのタイマーがおかしいんやろな。これタイマーってよくあれが、あの設定が、時間が、時計がな。もうええねん別に。じゃん、思ってるより30分も早くできるのこれ。めちゃくちゃやな。
よし、これでできて、私はもう普通のハンバーグでいいわ。だいぶ膨れんなこれ。ってことはやっぱ割れ目すごくガーした方がいいよこれ。やっぱり膨れてくるから、信じられへんぐらい割れ目してる方がいいかもしれん。ここのハートの割れ目ね、ぐわーってやった方がいいわ、思ってる以上に。よし、私三角にしよっかな。なんで三角、ハンバーグだけどおにぎりの形っていう人にしよっか。三角や、人生三角ぐらいがちょうどいいんちゃう。バツもダメ、丸もダメ、まあまあの三角ぐらいでいいんじゃないですかっていう意味で三角ハンバーグや。よっしゃ、やっぱここ割れ目があってな。いけた、三角のハンバーグも結構尖らせて伸びさせて、よっしゃ、よし、よし、さっき娘とお風呂入ってきますわね。あとはもう焼くだけな感じで。うわー、これまだかな、どう思います。これ僕ここ建設先生のこんな風にこんな風に出てくるのがあかんよって、これ出てきてもってるな、うん、しゃあない。あんまやりすぎてもね、結局食べるのはこの後のやつで食べますから。これは一応置いとくパターンのやつで、よいしょ、もう火通ってるやん。通ってなかったらチンしたらいいだけの話やから。通ってない、これ余熱でもいけんのよ、これはっきりして。余熱でいくときはね、知ってんね、あたす吸ってんですよ。でこれはお兄ちゃんが多分おかわりするって言ったとき用と、あと余したら冷凍して何にもおかずないときにこれ出すね。こういう感じや。はい、ハンバーグできました。ちょっと焦げてるけど大して気にしません。 OK、 よし、ほんならちょっとこれ、うわ、こんなにやってんのバカみたい。よし、じゃあこれ帰ってきたらこれを焼きますね。おごら行ってきます。はい、ではいただきます。いただきます。ママ、うまくハート作れた。あ、ハート作れたでしょう。すごいうまい。どうやってハート作ったでしょうか。それが、こうタッパーってお肉入ってる、こんななんかあるじゃん、なんかこのトレーのように。ね、このソースってこれだけでいいの。うん、じゃちょっとね、舐めてからにして。あんまり美味しくないってなるかもしれない。お兄ちゃんと一緒に考えたソース。舐めてみて。美味しい。じゃあこれも、じゃあ待って、ここら辺につけるからお肉ちぎってちょんちょんつけて、もしよかったらどんどんかけていこう。辛いとかなんとかなってきたら嫌だから。超かわいいじゃん、あかりのハート。どう、待ってね、おいしい、めっちゃおいしい。まあタッパーが何だから、こう四角いのあるじゃん、じゃあ長方形ので、この角を使ってここの角にしたのよ、うん、こうやって、ここ見せた、うん、そう、だからここがこれがこうやとしたら、ここでこうやって、ここでハート作ったってこと、型に入れて見ていいんや、あんた見て見て、こんな感じ、火を通ってる感じ。いただきます。あのさ、これがなくてもこれ美味しい。ん、ソースなくてもハンバーグ美味しい。違う、これがなくてもソースが美味しい。あ、そうそう、ソースが美味しく作ればハンバーグが美味しくなるかなと思ったの。じゃあかけて。ちなみにこのソースはケチャップとウスターソースととんかつソース入れてんな。あとお砂糖と。あとちょっとワインも入れたのよ、ちょっとだけ。うん、え、なんでダメだ。
うん、大丈夫。アルコール飛ばしてるから。大丈夫。だから美味しくなってるはず。お母ちゃん、これいらない。何？ハンバーグ食べてみて。ね、もうちょっとこれ入れて。あ、これ？もし美味しかったら上からかけたらいいから。じゃあ私ね、めっちゃかけて。もう、上にかけていい？上にかけて美味しい。まずこっちの方からかけて、半分側はあのマヨネーズにしてもいいし。面白いやり方。面白いやり方だよ。どうしますか？美味しい。うわ、すごい肉汁がふわっとってきてますね。いただきます。どうかな、ハンバーグ。あ、待って、あかりさ、うん、おいしい。今日ポッカリ飲みすぎてこうやって。んと二つの。うん、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 おいしい、これ。ハンバーグバレンタイン、俊介何個もらった？一個。ここ半分に切り分けていい？誰もお兄ちゃんに聞かない。じゃあ、つきましょうか。ゆうは何個もらったんですか？12個。すごいね。みんな見て、分かれてつきや。友チョコだよ、友チョコ。いいじゃん、でも。全部？あと女の子が本命を1個もらったんだよね。うん。俊介の同じ学年のね。あかりももらった。同じ学年のこの妹。いいじゃん、いいじゃん、うん。そんなこと言わなくていいんだ。いいじゃん、でも。いや別に悪いと言って本気なんだからな。本気のチョコで食べてないけどね。ん？使ったって。何？食べてないし。大事に置いてんだよね。大事に置いてんだよ。腐る前に食った方がいいよ。腐んないところに。うん、すごいハンバーグ美味しい。何これ、肉肉しいわ。お父さんも絶対これ美味しいって言うかも。うん、今日のハンバーグ本当に欲しいな。今度からこれでいこう、ハンバーグ。このハンバーグ本当ズーズーしいね。ズーズーしいな。何ズーズーしいって。ズーズーしいはズーズーしいね。あんたズーズーしいな、あんまりって。使い方がどういう時なんかズーズーしいな。どういう時に言うかな、ズーズーしいなって。なんて言うじゃん、ズーズーしい。説明が。あ、んでこれエリンギっていうの、キノコ焼いてん。これ食べてみて。バターと塩コショウ。うん、サクサクしてる。え、ほんとにサクサクとかシャキシャキ。冷た。そうや、あんたらが遅いから。みずみずしい。水分すごい。うん、もう食べていいよ。うん、止める。食べていいよ。いいじゃない。この前焼肉の時やった時みんなすっげー惜しくて、あれめっちゃうまかったのに。うん、うん、ほんまずずしいな。みずみずしいし、なんとかしいっていう言葉ちょっと出していこうよ。おいしい。じゃじゃ、楽しい。ずーずーしーとかみずみずしーとか2回続く言葉。ディズニーし、ディズニーじゃじゃじゃ、しらじらしーわーとか同じ言葉2回言うような感じ。赤ちゃんなんか思い浮かぶのある？楽しい、たのしい。しーじゃん、しらじらしー、しらじらって同じような言葉。めちゃめちゃしい。ちょっとおかしい。そうって言われたらなかなかないな。ん？バカバカしいとかは、うん、言ったことあるやろ。うん、うん、青青しい。青青しいな。でもさ、うん、めちゃめちゃしいってさあるじゃん。 どこに。めちゃめちゃしいな、ほんまにめちゃめちゃしいや。もう初めて聞いた。え、だからしいって海じゃん。めちゃくちゃ海やな、めちゃくちゃ海や感じ。めちゃくちゃシーって言うんだ。それ
いや、言わない。あかりちゃん、ちゃんとハンバーグどう？ちょっと食べて。早いねん、グーグー早いねん。あのさ、じゃあ、まあ、痛いハート、痛いハート、うん、ハート、しゅんくんしんどいの？止める？ゆっくり掴んと食べ、うん、そうしようか、止める。何点でしたから。ということで、今日のハンバーグはとても美味しくできました。イエーイイエーイ。今日、天井が低いと思った人は高評価ちょっとすいませんね。高評価、チャンネル登録、グッドボタンもベルマーク押してね、押してね。あ、ほんまや、ちょ、シュンがもう映ってなかった。押してまーすいくよ。はい、いつものせーの、ピカンガン。うん、私のこと。はい、ママ止めていい？うん、あかり止める。あ、そう、なんか一言言って止めてみて。チャンネル登録よろしく。それ言ったじゃん。やっぱこのソース美味しいね。いや、うまいうまい。やっぱリュウに味見してもらってよかったかもしれない。もういいよ、早上がり、早くして。止めまし、止めまし。